こんにちは、山田幸子です。今回水彩で描く花はダリアです。ダリアはキク科のお花、開花時期は6月から11月と長いのですが、だいたい9月から10月頃に見頃になることが多いそうです。すっごくたくさん品種があって、色や花びらの形のバリエーションが豊富です。今回はこちらの大輪の豪華な雰囲気のダリア描いていきたいと思います。見ているだけで気持ちが明るくなりますね。様々な色がありますし、複数本描くとより一層賑やかになって素晴らしい水彩画になると思うのですが、私は花を描くのがそんなに得意ではないので、大輪かつ花びらがたくさんついていて難易度が高そうなので、1本のみにしてしっかり観察して描きます。はい、それではまず使う画材の紹介からしていきます。今回使用する画材はこちらになります。それでは一つ一つ解説していきますね。水彩紙はハーネミューレ・セザンヌという紙を使います。サイズはサムホールサイズで、紙の目は中目です。今回は大輪のダリアがスッとまっすぐに立っていますので、紙の向きは横ではなくて縦向きにして描いていきたいと思います。下書きをするための鉛筆はステッドラーを使います。濃さは HB です。下書きをするときは絵の具の邪魔にならないように、だいたい H から 2B ぐらいの濃さの鉛筆を使用するといいです。線を修正するときは硬いプラスチックタイプの消しゴムではなくて柔らかい練り消しゴムを使用します。こちら Easy Cleaner というものを使います。そして色を塗るとき、こちらホルベインの透明水彩絵の具を使用します。私が選んだダリアは黄色とピンク色が混ざったような色をしています。ものによっては赤だったりオレンジ色のダリアもあります。本当に様々な色のダリアがあるので、皆さんも描いているダリアにぴったり合うような色の絵の具見つけてみてください。筆は最近ゲットしてハマっているこちらホルベインのブラックリセーブルの筆を使います。広い面積から細かいところまで塗れるように大きさ0号、8号、12号の3本を使っていきます。あとは水入れですね。4つ仕切りのあるバケツを使用します。そして水分の調節をするときに、こういった使い古しのタオルやティッシュがあると便利です。これはただ筆の水分調節をするというだけの役割ではなくて、こうやって広げて水入れを下に敷いておくと、こうやって水がこぼれたときにもすぐに吸い取ってくれるので、こういった使い方をすると便利です。まずは鉛筆で下書きしていきます。とりあえず大まかな全体の輪郭を取ります。花全体を丸い形で取りましょう。で、結構太い茎が伸びています。茎はまず花の中心を取ってから、ここからスーッとまっすぐ伸びているっていう風に書くと書きやすいです。本当は左右から葉っぱが出てるんですけれども、このお花屋さんで買ったダリアにはあんまり葉っぱがついてないですね。今もさもさいっぱい生えている花びら、一枚一枚描いていくのは気の遠くなるような作業なので、部分によっては省略しちゃってもいいと思います。一枚一枚神経質に描いてると疲れちゃいますからね。で、ざっくり取ったこの丸い形、少しずつ花びらのギザギザした形にしていきます。多少形が間違っていたり、位置が違っていたりしても大丈夫です。この練り消しゴムで直したいなと思うところを、上から軽い力で消しましょう。鉛筆で描くときもなるべく軽い力がいいですね。あんまり強い力で描くと、紙に鉛筆の跡とか、消した後にも溝みたいなのがね、できちゃうので、なるべく軽い力でいきましょう。描き方は人それぞれなんですけれども、まず一番外側の花びら。外側の輪郭が描けたら、だんだんと内側。ちょっといきなり花びらの輪郭線を描くと難しいので、円を描いてから囲むようにして花びらをつけていきます。どんどん外側から内側の花びらの層に向かって描いていくとやりやすいと思います。
開き切った外側の花びらは大きくなっていて、まだこれから開く内側の花びらは細長く小さくなっていますね。ちょっと中心がくるっと丸まって収まっています。だいたいこの花びらの層、中心から1、2、3、4から5層ぐらいですかね。そんなに厳密に分けなくても大丈夫です。なんかもう本当にね、どこ書いてたか分かんなくなっちゃって、ああどうしようってなりがちですね。今回のダリアではだいぶ私の花を描くのが苦手という意識が鍛えられそうな気がします。軽い筆圧であればいくらでも鉛筆の線を引いていいので、引いては消し、引いては消しして形を整えていきます。実際に目に見ている花の形を完璧に再現しようとするのもいいんですけれども、描いている画面の中で収まりがいいかとか、形がよく見えるかとか、そういったところを重視してもいいんじゃないかなと思います。あまり鉛筆でガシガシ描き込むと線が黒黒しちゃって色を塗るときに華やかなダリアの雰囲気を損ないかねないので、引きすぎちゃった線は後ほど消していきたいと思います。今この下書きの段階では試行錯誤して綺麗な形を見つけていきましょう。はい、こんな感じで、ちょっと見づらいので近くまで来まして、こんな感じでダリアの下書きを描いてみました。こうやって花びら1枚1枚描いてあるじゃないですか。ちょっと鉛筆の黒々とした線が色を塗るときに目立ってきてしまうので、この練り消しゴムで、まあ、かろうじてわかるぐらいまで薄くしていきます。私が描いているダリアは中心の部分がちょっとイエローっぽくなっていて、結構繊細な感じがするので、この鉛筆の黒い線を薄くしておいて、透明水彩の淡い色が目立つようにしたいと思います。描いていてかろうじてわかるぐらいで OK です。茎は結構暗い色をしているので、この鉛筆の線そのまま残します。結構私心配性なので、最初の下書きにものすごく時間をかけて細かく描いてしまうんですが、先ほど言った花びらの層、この境目をなんとなく鉛筆で下書きして、まあ、すぐに色塗りに入るっていうのでも描き方として全然ありだと思います。それではね、透明水彩で色を塗っていきます。まず一番最初に使うのは大きなサイズの筆、12号の筆を使います。個人的に水彩絵の具とお花ってすごく相性がいいと思っていて、特に色をにじませるとふわっとした優しい雰囲気になりますし、今回のお花のように繊細なグラデーションも表現しやすいです。中心の方のイエローから塗ります。皆様はどんなダリアを描いているでしょうか。実物見ている方でもお写真の方でも一番明るい色から塗り始めましょう。そして薄塗りから徐々に濃くしていった方が失敗しにくいです。もし塗っているうちに色がはみ出してしまったら、乾かないうちにティッシュで上からポンポンと拭き取ると色を吸い取ることができます。乾かないうちに行うことが大事です。ガシャガシャっと横にして拭くというよりかは、上からポンと押さえて色を吸い取るっていうイメージですね。イエローとピンクをにじませてみます。外側から内側に向かって塗ります。花だけではなくて茎も塗りますね。ちょっと紫っぽい茶色のような色をしています。はい、一度乾かしまして、ここからは8号の大きさの筆を使って塗っていきます。この花びらの重なり、暗くなっているところ、湯加減の部分に濃い色を塗ります。
背景にも色をつけてみます。どんな色にしようか迷うところですが、このダリアにも使われているイエローとかピンクで塗りたいと思います。ちょっとふんわりにじませるような感じでね。花びらのピンクもちょっとにじませてみると背景と一体化していい感じですね。近くで見るばかりではなくて遠目で観察するのも大事ですね。もう陰っているところとか花びらが重なっているところにちょっと濃い色を乗せると少し立体感が出てきたんじゃないでしょうか。過去最高の難易度の花ですね。結構テンパってます。はい、こんな感じで今回はこれで完成としたいと思います。いや、花びらが多くてちょっと複雑な花なんですけれども、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。すごい難しい花でした。もう少し花の立体感とかいい感じに出せると良かったんですけれども、今回は非常に学びの多い花だったということで、また機会があればリベンジしたいと思います。ダリアはバラとかひまわり並みに品種いっぱいあるので、違う品種のダリアを描いてみてもまた新たな発見があると思います。結構真正面気味に描きましたが、少し角度をつけると立体感が現れて描きやすくなります。花の上の方よりも下の方が陰って暗っぽく見えます。花びら同士の重なり境目も少し暗い色を塗ると奥行きを表現することができます。この茶色みたいに花びらを色で描き起こすみたいなことをしてもいいんですが、あんまりやりすぎるとちょっと変な感じになっちゃうので部分的に使うといいです。外側の花びらをふんわりにじませて少し優しい雰囲気を出してみました。今回の動画良かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ちょっとね、今回のダリアは私が花を描くのが苦手っていうのがね、如実に現れたかと思うんですが、これからたくさんいろんな花を描いてもっと上達していきたいと思いますので、皆さん今回ちょっと微妙だったなと思ってもどうか温かい目で見守っていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴くださりありがとうございました。